YouTube を徘徊していたらたまたま見つけたこのシャープペンシル、かっこよかったんですぐポチっちゃいました。木軸のペンといえば S20 に続きこのシリーズを想像する方も多いんじゃないでしょうか。今回はこちら三菱鉛筆よりピュアモールドプレミアムのご紹介です。こちらが本体スペック。重量は 30g とシャープペンシルの中ではかなり重ための部類と言えるでしょう。収納時と筆記時はサイズがほぼ同じです。これは面白い。そしてキャップがない状態だと 12cm とかなり短めです。外観で一目惚れして買ったんですが、価格は税抜きで5000円と高めとなっています。キャップは大きく重厚感があります。指紋がつきやすいのがやや難点かな。転換には芯の繰り出し機構を搭載。キャップポストをすることでニョキッと姿を現します。このギミックがめちゃくちゃお気に入りです。連動してるっていいよね。クリップはシンプルな楕円形。胴体には大きなリングがついています。ピュアモルトの彫り込み。ピュアモルトの特徴はこの胴軸で、ウイスキーを熟成するための樽をペン軸として加工しています。中でもこのオークウッドプレミアムエディションは深みのあるオフブラックが特徴。気品と重厚さを感じます。かっこいい。 C 軸のプッシュ部分はちょっと細いかなといったところ。キャップをつけなくても芯は出せます。首軸はくびれのあるタイプの木製グリップ。リング部分とやや大きな段差がついています。んちと邪魔かな。口金は芯出し機構が随分先の方にありますね。よってシャーペンの芯をものすんごく短くなるまで使います。書き心地は非常にいいですね。ペン先のぐらつき等もなく5000円相当といったところ。ただキャップがかなり重たいので高重心になります。一般的には低重心の方が書き心地が良いとされているので、実用性という面で考えればあまり高いとは言えません。長時間筆記には向いてないと言えます。ちなみにキャップを外した状態でも十分筆記することが可能。やや短くはなるものの重心の問題が解決されるので、こちらの方が書きやすいと言えるかもしれません。というわけでピュアモルトプレミアムのご紹介でした。シャープペンシルの紹介は今回が初めてになりますね。気に入ったものがあればたまに紹介していこうと思います。いやー、見た目本当に100点満点の素晴らしいペンなんですけどね、実用性という面で考えればちょっとイマイチかなと。まあシャープペンシルなのにキャップ付きっていう時点で実用性に関してはそれほど考えてないでしょうね。完全に趣味だと思います。いやー、しかしデザイン等が本当に素晴らしい。質感もいい。書き心地も結構いい。ボールペンの方にこのノック機構ついてたら僕個人的には完璧だったんですけどね。まあいらないよねって蓋があるんで。というわけでピュアモルトプレミアムオークウッドのご紹介でした。さようなら。